皆さんこんにちは。こんにちは。アナウンサーの小沼みのりです。鈴木敏夫です。今日もいろいろな話題をディグしていきます。ディグ、はい、今日深掘っていくのはゆいでとっても素敵な活動を始められるということで、今日はお二人をゲストにお招きしました。はい、漁師さんですね。はい、もうねこの姿を見れば魚がシャツに、はい、そして素敵なつなぎを着ていらっしゃる。ちょっと緊張してませんか？いつもの望月さんと違うじゃないですか。リラックスリラックスじゃあ隣にいらっしゃるのかな、はい、奥様です。じゃあ自己紹介をお願いします。はい、ゆいで定置網の漁師をやってます、望月康史と申します。はい、よろしくお願いします。そして奥様の、はい、妻の望月みのりです。よろしくお願いします。はい、みのりさん。みのりちゃんなんだ ね名前一緒ですね。みのりつながりですね。はい、珍しい。そう、私が前10年前に取材をして、その後に出会われたんですか？はい、そうなんです。そうなんですね。はい、じゃああの頃は独身だった？独身でしたね。はい、そうなんです。みのりという名前にちょっとビビビそうなんです。この取材を受けてすごいもうみのりん大ファンになって、みのりんみのりんってなってる時に私とでちょうど出会って、みのりんビビみたいな感じでバグってしまったよね。みのりバグが起こったということで、まあ付き合ってまあ結婚するっていうね。今日はそんな安史さんとみのりさんをゲストにお招きしたんですけれども、8月にゆいであることがみのりさん始まるそうですね。はい、ちょっとゆいの方で地域子ども食堂をオープンすることになりました。はい、ちょっとホームページ出ますでしょうか。おたまちゃん食堂っていうんですね。あ、すごい可愛い絵ですね。うん、そうなんです。もともとは静岡県東部で三島を本拠地として何か所かで展開している子ども食堂なんですけれども、はい、それのゆい支部ということで新しく立ち上げることになりました。はい、8月5日にスタートします。はい、また詳細は後半でお伝えしますけれども、敏夫、はい、さん、おたまちゃん食堂って名前が可愛いですよね。絵も可愛いですよ ねこのおたまちゃん、どんな思いがあるんですか？そうですね、このおたまちゃんというのはこうすくい上げる、ちょっと寂しい思いをしている人とか、うん、困ってる人だとか、そういった方のまあ思いだとかをすくい上げる、まあ、そういったこう笑顔が広がるような、うん、そういう場所にしていきたいという、はい、ところ団体です。なんかこういう活動をしたいって思ったのは、なんかみのりさん その子供の時のなんかこう思い出もあるんですってね。そうですね。はい、やっぱり私の、実家がまあ農家ですごく忙しかったので、はい、やっぱり3人兄弟でこう、うん、お父さんお母さんはいつもこう、ね、お仕事しているみたいな、でお昼ご飯もなかなか準備する手間がなくって、うん、みんなでこうお惣菜屋さんにお惣菜を買いに行って、まあ、忙しくしているお父さんお母さん帰ってくるから一緒に食べるみたいな、はい、そうちょっとね、まあ、普段その時はそんなに思ってなかったけど、うん、大人になって考えてみると、なんかもうちょっとね、うん、なんかプラス何かあれば、うん、こうお母さんが食べ物をこうなんていうの、お昼の支度とか考えなくていいような、うん、そういうようなのがあればよかったのになってなんとなく思ってた時に、やっぱ子ども食堂っていう活動をしてる人がいるっていうことを知って、うん、もういつかやりたいいつかやりたいと思っていたところ、うん、まあ、ちょっとご縁があって、うん、はい、今回始めさせてもらうことになりました。敏夫さん、子ども食堂って最近、ね、よくというかしばしば耳にするようになりましたよね。はい、基本的な理解はなかなかね、ちゃんとした食事のできない子どもたちに、うん、チャンスをあげるっていうのが私の理解なんですけど、はい、それだけじゃないんですか？そうですね、やっぱりこう私自身も子育て、うん、こう今9歳の娘がいてね、やっとね一段落したところなんですけれども、やっぱりその一人を育ててるだけでもやっぱすごいしんどいんですよね。うん、でプラスコロナ禍で、うん、例えば児童館とか、うん、そういった自治体のもののイベントだとか、もう児童館に行くのも1時間以内じゃないといけないとか、うん、なかなかそういう支援が届きづらくなっているなっていうことをすごい肌で感じまして、うん、そういうところでね、こうなんていうの、民間でもうちょっと柔軟にね、いろいろ細かいところまで対応できるようなものが本当に欲しいなって思っていて、まあ、ちょっとコロナ禍も明けたし、うんうん、もう今しかないと思って、はい、でゆいでおたまちゃん食堂、はい、子ども食堂がオープンするということなんですが、今日ね、やすしさんにこの格好で来ていただいたのには理由がありまして、
普通の子ども食堂と違うというところがあるんです。魚が出るの？そうなんです。その魚もちょっと一味違ったもので、はい、ちょっとこちらの写真ご覧ください。望月さんのかっこいいでしょう。これがそれですか。これ本業の様子で、これが使われるわけではないんです。これがクラサの味。これはクラサではないです。これ大きすぎですよね。これは何ですか。これはニベという魚で、やっぱ20キロぐらいまで成長する魚です。クラサの味っていうから、あんな大きいのかと思ってます。そこまで太ってますけど、あのそこまで大きくないですね。クラサの味をね、使えるような子供食堂がありますよね。安石さんは普段、まあ、メインが漁業に携わっていらっしゃるということで、はい、ニベ、その他にも私たちが知ってるお魚だとどんなものをあげるんですか。まあ、先ほどね、敏夫さんからのお話もありましたように、うん、今クラサの味はじめ、はいはい、季節によってはタチウオ、はい、カンブリ、はい、あとこれからの時期だとカマスとか、はい、マグロなんかもね、取る時ありますけどね、はい、マグロは定置網に入る。定置網です。はい、あれユイの高いところから見ると、うん、定置網見えますよね。はい、そうなんですか。見えます見えます、あそこだと思って、あそこにアジが入るんだと思って見えるんですね。見える見える。チャット動画から見えますよね。見えます。Google マップみたいですね。上から見える。はい、さあ、そんな望月さんが、まあ、寮にね、携わっているわけなんですけれども、子ども食堂で使う食材があるもの、こちらなんですけれども、敏夫さん、どんなお魚か分かりますか。アジ。嘘です。みんなアジに見える。見たことない魚ですね。はい、安石さん、これは何ですか。こちら今ね、3種類入ってるんですけれども、うん、あのシルバーのものが、はい、オキヒイラギ、オキヒイラギ、はい、はい、もので、ちょっとグレーっぽいのが、クロムツの子供、うん、クロムツの子供、はい、で赤いのが、はい、念仏鯛という魚になりますけども、タイの仲間、はい、はあ、これあの実際ちょっとあの実物だと3センチほどの大きさになるんですよ、ね。ちっちゃいんですね。はい、でこのような魚がね、結局その手間を、ね、うん、食ってしまうとか、そういうことでもって、はいはいはい、あまりその世間に流通しないという現実があるんですよ。ね、はい、はい、こういう魚のことを何て言うんでしたっけ。未利用魚ってね、今あの結構全国的にも話題にはなってるんですけども、ね、はい、よくニュースでも聞きますよね。なんか伊東の方で、うん、未利用魚を使ってるってニュース見たことありますよ ね、 そうですね。だから、取れるけれど流通しなくて、地元の方はあの楽しんでらっしゃる魚みたいな、うん、そんな理解でいいですか。そうですよね。あとは認知度が低いとか、うん、はい、それと、うん、あとはその大きさによって その規格外で、はいはい、サバなんかは特に、うん、やっぱ扱いやすいサイズっていうのがありまして、サバもその未利用魚の一つに、はい、それはちっちゃいとダメなんですか、大きいとダメなんですか。小さいか大きいの両方外れちゃうやつですね。はい、サバに関しては小さいと脂がないものですから、うん、はい、あのサバ節になるんですよ。あ、中途半端な大きさになってくると、今度脂が乗り始めるもんで、節には使えない。はい、で、まあ、鮮魚としての扱いもちょっと小さすぎて、うん、流通に乗らないっていう。なるほどね。はい、でこの未利用魚をおたまちゃん食堂ゆい支部でみのりさん使おうとしてるんですか。はい、はい、そうなんです。例えばこれなんかはどうやって食べるの。例えばこれだったら揚げて南蛮漬けにした、うん、はい、だったらちっちゃくてもいいですよね。あと、まあ、みりん醤油とかと絡めて、うん、こうもうちょっとこう焼いて、うん、ちょっとおつまみっぽく食べたりとか。はい、ですね。はい、美味しいですか。美味しいです。ちょっと味はいいんですよ、うん、ただちょっと骨がちょっと硬いので、それを考えてこうちょっと長い時間揚げたりとか、うん、調理が必要っていうのがあります。だから年寄り向きじゃないじゃん、硬いの。バリバリって食べる。若い人向き。火を通せば大丈夫ですか。すり身なんかね、本当に地元だとこの魚のすり身が一番うまいって、あ、そうなんですか、言われてますね。漁師さんが言うから間違いないですね。僕らもよくね作るんですけど、ただその頭が硬くて、一匹一匹その3センチの魚を一匹一匹頭を取んなきゃならないんですよ。で1キロの魚を最終的にすり身にして製品になるまで、僕が一人でやって大体2時間から2時間半ぐらいかかっちゃうんですよ。そんなにかかるんですね。そうすると商品に載せるのはちょっと大変だなって思いますね。ですかね。なるほど、はい、そんな未利用魚を使うっていうのもユイならではだと思うんですけれども、実はユイの子ども食堂で使うのは未利用魚だけではなく、次の写真見てください。はい、とっても可愛らしいお嬢様と写ってらっしゃいますけれども、
はるかな実り農園、はい、はい、はるかちゃんなんですよね、お嬢さんがね。で奥様がみのりさんということで、はるかなみのり農園、ま、趣味の延長で農業も始められたということで、はい、自分の仕事があの、ね、朝早いですけども終わりも早いもんですから、なるほど、夕方までのその空き時間の間に、うん、はい、こういうことをやってます。なるほど、はい、次の写真行ってもらって、こんな可愛らしいね看板があるわけですけど、ま、地元の人向けに一袋100円で売ってらっしゃるんですね、はいはいはい、で次の写真行ってもらいましょう。何をしていますか。はい、水やりを、水やりとか娘は、ね、うん、草むしりとかやってるんだけど、うん、途中からテントウムシと遊んじゃったりとか、うん、いいですね、9歳だから虫転がしたりね、うん、でも次の写真お手伝いしてますよ、ほら、あ、はるかちゃんもすごい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 、草むしりと水まきがね、はい、主な仕事ですね、娘は。でもね、楽しそうにやってますよね。ですね、まあこういうね若い頃からねこういうことも教えて育っていきたいなっていうか、うん、いいじゃないですか、自分もそういう育ち方していたもんですから。そうですか。これは玉ねぎ。玉ねぎですね。玉ねぎですね。いっぱい育ってますね。そして次の写真行ってもらうと、収穫された立派な野菜。綺麗ですね。やっぱり自分で作った野菜は買ってくるものと比べてどうですか。やっぱりその魚もそうですけど、鮮度がいいですよね。針が違いますもんね、色が。これだってスーパーに並ぶのって3日後か4日後ですよね。いや、そうですね。そして次のお写真行ってもらうと、お、敏夫さん何か気づきませんか、アスパラ。え、二股になっている。例えるとしたら僕ですね。何それ、足が長い。ちょっとまっすぐではない。そういうことを言っていた、できそこないです。いやいやいや、ちょっとね曲がっていて、これはどういう扱いの野菜になるんですか。これもやっぱりその先ほど言った未利用魚と同じ規格外という形になって、うんうん、主にはうちで消費しますね、うんうん。まあ、でも見た瞬間は美味しそうとしか思いませんでした、ね、立派に見えますよね、私たち素人から見ますと。でもあのこれは、売ることはできないということで、うん、未利用魚と同じ規格外のお野菜になるということ で、この野菜も子ども食堂で、そうですね、作らせてもらいます、はい、すごい贅沢な内容じゃないですかね。そうなんですよ。でこの規格外野菜と未利用魚を使って、うん、はい、いよいよ8月5日に第1回のおたま茶食堂ゆい支部が始まるということなんですが、ちょっとチラシ出してもらいましょう、はい、じゃあぜひみのりさん宣伝を皆さんにお伝えしてください、はい。そうですね、こっちちょっと日付は書いてないんですけれども、8月の、第1週の土曜日、8月5日、初めてオープンとなります、はい、で子どもは無料、うん、で大人は材料費300円だけいただきます、うん、はいはい。で最初 その第1回は、まあ、イベント的な感じで、うん、こう例えばちょっとしたクイズをやったりだとか、うん、あとおたまちゃん食堂のキッチンカーのようなそこに駄菓子屋さんも入ってる移動駄菓子屋さんというのが来たりするんですよ、うん、はい、でその周りで遊んでもらったりだとか、うん、そういうちょっとしたイベントっぽくやりたいなと思ってます、はい、でお弁当、はい、無料配布して、まあ、その辺のスペースで食べても結構ですし、うん、お持ち帰りもできますので、はいはい、いろんな方に来ていただきたいなと思います、はい、もちろんね、ゆいとか清水区以外の方もどなたでも、はいはい、OK ということですし、子ども食堂と言いながら大人の方はって書いてありますけれども、大人の方は材料費300円で同じものをいただけるんですか、はいはい、大丈夫です、うん、例えば、まあ、お年寄りだけとか、うん、まあ、そういった方も大丈夫ですので、うん、いろんな方にねお越しいただきたいと思います、はい、1回目のメニュー決まりましたか、はい、決まりました。はい、はい、1回目は、まあ、規格外の夏野菜、うん、あと、はい、それに夏野菜のカレーと、うん、シーラフライ、おー、それに、まあ、サラダという形で、はい、まあ、ちょっと夏らしいメニューにしていきたいと思います。え、何フライ。シーラです。シーラ、そうなんです、あ、そうです、ひまひフライです。でもそれで、はい、大人の方も300円でいただけるのはかなり贅沢かとも思いますけれども、であとは募集していることがあるんですよね。そうですね、おたまちゃん食堂ゆい支部では、うん、今一緒に活動していただけるボランティアさんを募集しています、
ね、こういった活動に興味のある方、ぜひ一回お問い合わせいただければと思います。はい、望月さん、なんか今日口数少ないですけど、なんか PR しましょうよ、せっかくですから。そうですね、今、ちょうどね、世の中もその SDGs という、うん、言葉にね、習ったような、動きになってまして、僕らがこれから始めようっていう活動は、まさにその SDGs に基づくものでありまして、で、各家庭ね、やっぱその核家族化というものが増えてきてて、その人とのつながりというものもね、本当寂しい形になってきてるんですよね。その SDGs とその世の中 の, その人とのつながりというものを組み合わせて、このおたまちゃん食堂を始めていきたいと思ってます。はい、地元のものが目に見える形で、あるっていうのがね、それが出てくるっていうのが素晴らしいですよね。そうですよね、今まではなかなかこう使われなかったものが有効利用、みんなが喜んでくれるって素晴らしい形ですよね、はい、じゃあみのりさん、最後におたまちゃん食堂ゆい支部始めるにあたって、どんな場所になったらいいなって思いますか？そうですね、で、私が子育てするにあたってすごくね、近所の方にね、助けられて、もうこの恩はもう絶対どっかで返したいなので、もう本当に地域の人のね、集まれる場所、でもしね、困ってる方がいらっしゃったら、ね、その人の、ね、ちょっとした助けになれるような、そういう温かい場所にしていきたいなというふうに考えています。はい、素敵なお話ですね。今日二人にゆいから来ていただいて本当に良かったです。ありがとうございます。はい、おたまちゃん食堂ね、大盛況になることを願っています。はい、ぜひ皆さん8月5日土曜日、おたまちゃん食堂お出かけください。今日はゆいの漁師望月康さんと奥様のみのりさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。